こんにちは、ココアです。今日は私が持っているものの全紹介企画ということで、今回は私が持っている全ハイブランドのバッグの総額を数えていきたいと思います。イエーイ。はい、ということでね、前回の動画では私が今までに買ってもらったモンクレールの全部のものたちを全部総額数えてみたんですけど、今回はハイブランドのバッグ縛りでハイブランドの全バッグの総額を数えていきたいなと思います。で、今回は多分全部で30個以上とか、数えてないのでちょっとわかんないんですけど、普通にあると思うので、ぜひいろんなバッグあるので、いろんなブランド、フェンディとかグッチとかディオールとかいろいろあるので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、もしこの動画が気になったという方で、私の動画のチャンネル登録まだ済んでいないという方がいたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていこうと思います。もう今日はね、すっごく量がたくさんで、ここら辺もう本当にバッグだらけ今なんですけど、なので詳しくバッグを一つずつ丁寧に紹介っていうことはできないかなとは思うんですけど、一つずつ紹介はしようかなと思うので、ぜひ最後まで見ていってください。ではちょっとパパパとやっていきたいと思います。ブランドは特に関係なく、ここにあるものを取って紹介っていう感じでやっていきます。で、ちなみに私の持っているバッグはほぼハイブランドのバッグが多いので、今回紹介するものが私が持っているバッグのほぼ全部にはなるんですけど、プチプラのバッグも何個か持っているんですけど、今回ハイブランド縛りということでやっていきます。ということで、まず一つ目は、まあ、ここに近くにあったこちらのドルガバのドルチェ&ガッパーナのリュックです。これはね、ランドセルみたいな感じのリュックで、去年結構使ってたんだけど、今全然使ってないっていう、こういう形のリュックが欲しくて買ったものになってます。中がこういう感じで A4 サイズのものとかを横に入れることができるランドセルタイプのものになってます。これはね、なんか制服とかに合わせると可愛いなと思います。こういう感じで持ってみるとこんな感じになります。こういう感じです。で、リュックとしてとしか使えないんですけど、これはなんか制服風のコーデとかした時とかにも可愛いかなと思います。あと普通にすごく持ち物が多い時とか、 A4 サイズの教科書とかプリントとか入れる時にもいいかなって思います。こんな感じの赤いランドセル風のリュックです。これがいくらだったんだろう、去年買ってちょっと覚えてないんですけど、多分10万円ぐらいとかかなって思うので、それぐらいで数えていきます。もうちょっと安かった記憶もあるんですけど、10万円ぐらいで数えていきます。で、今回も前回と同じように電卓を使って数えていきます。めっちゃ大きい電卓なんですけど、これを使って数えていきます。はい、ということで10万円、ということで10万円で数えました。一つ目はこんな感じのランドセルリュックでした。で、ここにね、こういう感じでドルガバのロゴがついてます。今めっちゃ流行ってるドルガバのリュックです。はい、で、ドルガバのバッグはこれ1点だけになるんですけど、次紹介していきます。今回はバッグ紹介とかもパパパとしながらちょっと数えていきたいなと思います。今までね、ブランド縛りでバッグの総額数えてみたとかはやったことはあるんですけど、全バッグの総額数えてみたことはないので、ちょっとどれぐらいなのかわかんないんですけど、次どれから紹介しようかな。この今年買ったヴィトンのナノスピーディで、これ今ちょっと値上がりしてるんですけど、私が買った時は14万ぐらい、13万いくらとかだった気がします。こういう感じのショルダーにもなるバッグ、こんな感じです。結構ね、長めな感じで、まだ全然使えてないんですけど、こういうヴィトンのバッグです。ヴィトンのバッグを初めて買ってもらった時に買ってもらったバッグになってます。これね、結構詳しく動画で紹介しているので、よかったらそちら見ていただけたらなと思います。こういう感じでモノグラム柄で、結構小さめに見えるんだけど、意外と荷物が入るっていうバッグで、マチがこんな感じであります。これね、全然使ってないのでめっちゃ綺麗、こういう感じで、これは
14万円ぐらいとかで数えていきたいなと思います。でこんな感じで収納袋的なものに入れて置いています。バッグの収納法は別動画でやっているので、それもよかったら見てみてください。ということで数えていきます。はい、ということでこれで24万円です。次に紹介するものがこのノベルティでもらったフェンディのトートバッグなんですけど、これノベルティなので特にバッグなんですけど、お値段とかはなくてっていう感じの、こういうピロちゃんがついてるバッグで、これは確か10万円以上とか買ったらもらえるノベルティだったと思うので、一応どうしようかな、5000円ぐらいで数えていきたいと思います。こんな感じです。結構ね、小さくて今エコバッグとか必要だと思うので、そういう時に使えるバッグになっています。あとでフェンディのバッグもあるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということで24万5000円になりました。次、ウエストポーチ3種類、こちらじゃーん、この3兄弟みたいな感じのバレンシアガとグッチのレザーでロゴのものと、このバンビ柄のジージー柄のもの、すべて同じサイズ感で、これもウエストポーチ紹介で詳しく紹介しているんですけど、バレンシアガのものも13万とかそれぐらいだったと思います。でレザーの方がちょっと高くて15万ぐらいとかで、このバンビが7万円ぐらいとかで買いました。これを一番最初に買って、でこの2種類買ったんですけど、こういう感じで全然似たような感じなんですけど、全て気に入ってて、いろんな服装に合わせて使っています。はい、でこれは使い方はウエストにこうやってやって、こんな感じで持って、もうちょっと今の服装にはおかしいんですけど可愛くて、ここにこうやっても可愛いっていうやつで、これは2種類の使い方ができます。でこの2点はかけて使うと可愛いです。こういう感じ。はい、これも同じくかけて使うんですけど、こっちのグッチの方はちょっと綺麗めな服とかにもレザーなので合わせやすい感じで、バレンシアガはちょっとナイロンっぽい感じなので、スポーティーな今みたいなお洋服にも、カジュアルっぽい感じにも合わせられる、こういうすっごく軽巧な感じのバッグになっています。はい、ということでウエストポーチ3種類一気に紹介しました。では数えていきます。はい、ということでこれで59万5千円になりました。結構もう金額いってるんじゃないかと思います。まだまだたくさんあるので、金額がすごいことになりそうなんですけど、全部数えていこうと思います。次紹介していくものが、こちらのプラダの最近長島のアウトレットで買ったロボットのバッグです。めっちゃ可愛いよね。こういう感じでこうやって持つこともできるし、こうやって持つこともできるっていう感じで、本当に荷物は全く iPhone とかも入らないんですけど、すごくこのロボットが可愛くてお気に入りです。ね、ちょっとこうやって持ってどこか行くっていうこともできるし、ポーチ代わりに使うこともできるんですけど、このプラダのロボットがめちゃめちゃ好きで買いました。全体的にこういう黒のナイロンって感じで、中に特にポケットとかもついてないんですけど、すごく気に入っています。でこれ結構アウトレットで安くて5万円ぐらいとかだったので、それぐらいで数えていきます。はい、こんな感じです。では数えていきます。はい、ということで64万5千円になりました。次紹介するものがプラダつながりで紹介します。続いてがじゃん、これあんまり使ってないバッグで、これもこういうロボットになっててめっちゃ可愛いなって思って買いました。こういう感じです。総柄のロボットになってて、ここにプラダの三角タグと、ここにキーホルダーも
ついています。ですごくナイロンなので軽くて、でも巾着型でたくさん荷物が入るっていうバッグ。中もね結構ガバッと開くし、マッチもたくさんあって、すごく荷物を少ない時とかは小さめのバッグみたいに見えるけど、荷物をたくさん入れるとたくさん入るっていうバッグで、このバッグもね結構いいなって思います。旅行とか行く時に結構使えるバッグです。持ってみるとこういう感じで、これは柄物なので柄物の服とかには合わせづらいんですけど、ちょっと見えないこういう感じ、こういう感じのリュックになってます。三角っぽい形のリュックで、これもナイロンなのですごく軽いし、濡れても全然いいかなって思うので、すごく使いやすい、海外旅行とか行く時も使えるなって思うバッグです。やっぱね、このロボットがすごく可愛いのでお気に入りです。はい、プラダはこういうちょっとポップっぽい柄とか、こういう色とかも可愛いのでいいなって思います。でね、プラダのバッグは結構こういうナイロンのものとかは安く売ってたりするのでおすすめです。でこれ10万ぐらいとかで、ちょっと全く値段を覚えてないので数えていきたいと思います。はい、ということでこれで74万5千円になりました。まだ多分20個以上とかバッグあると思うんですけど、こんな感じです。次はこれ、これはねハイブランドとかではないんですけど、プチプラでもないなと思ったので、どっちにしようか迷ったんですけど、ちょっとこのハイブランドのバッグということで紹介していきます。これはアンテプリマっていうブランドのワイヤーバッグ、こういう感じなんですけど、こういうバッグが有名で、で持ってみるとこういう感じで、今ねこのストラップがたくさんついてるんですけど、短めにストラップをつけてて、こうやって短めにショルダーバッグを持つのにハマっているので、こういう感じで持っています。これはね結構使えて、なんかこういうワイヤーバッグでキラキラした感じなので、ちょっとしたパーティーとかにも持てるし、普通にガーリーな服装とかに合わせても持てるし、シルバーと薄いライトピンクみたいな色なので、すごく夏とかに持つと可愛いバッグで、柄とかも入ってないので本当に合わせやすいです。こういう感じのアンテプリマっていうブランドなんですけど、結構このワイヤーバッグが有名で、すごく可愛いと思います。こんな感じで、これすごく小さいバッグなんですけど、これ買った時4万円ぐらいとかだったかなと思います。なんか今もう少し高くなっているみたいなんですけど、結構前に買ってもらって、いつ買ったんだろう、小学校とかの時に買ったバッグになっています。はい、ということでこれで78万5千円になりました。まあ、今紹介したバッグはハイブランドとかではないかなって思ったんですけど、これぐらいのお値段になっています。で、いろんな形の今回紹介したもの以外にもあるので、ぜひ皆さん見てみて真似してみてください。ということで次は最近めちゃめちゃお気に入りのバッグを紹介していきます。それがこちらです。じゃん、ディオールのバッグです。これはサドルバッグっていう有名なディオールのバッグがあると思うんですけど、それになんて言うんだろう、インスパイアされたバッグみたいな感じのめちゃめちゃミニミニバッグです。なんかカード入れみたいなサイズ感のバッグでなんですけど、普通にバッグとして私は持っています。なんか中にスイカ入れたりとかお金入れたりとかっていう、特にポッケとかはついてないんですけど、こういうバッグでオブリーク柄のディオールらしいバッグになっています。これ持つときは携帯は服のポッケに入れてお金とか入れて持つみたいな感じの持ち方をしています。で、これが結構小さいバッグなので安くて7万円ぐらいとかで買いました。で、持ってみるとすっごく小さいバッグでめっちゃ可愛くて、こういう感じ、今ねちょっとここに柄があるのでこのバッグが目立たないんですけど、こういう感じのバッグになっています。今の時期すごく冬っぽく持てるバッグで、なんか今の時期だとアウターを着るのでそれに携帯入れちゃってみたいな使い方ができるので、結構今たくさん愛用しています。こういう感じ、ディオールで初めて買ってもらったバッグになってます。
リオデでは結構洋服とかは買ってたんですけど、バッグを一つも持ってなかったので、すごく欲しいなと思って買いました。これ買いに行った時にレディディオールを買いに行ったんですけど、実際に持ってみると似合わなかったので、これを買ったっていう感じです。ディオールのねバッグも集めたいなと思ってるんですけど、またもう一つディオールのバッグ持っているので、それも後で紹介したいと思います。こんな感じで、ここが磁石になってるのですごくいいなって思います。ここがこういう布みたいな感じになってて、チェーンはゴールドです。すごくいろんな服に合わせられるのでお気に入りです。はい、こういう感じ、黒とネイビーみたいな感じの色合いになってます。で、これ7万円で数えていきます。はい、ということで85万5千円になりました。次、こちらのじゃーん、フェンディのリュックです。これはね、このモンスターが可愛いなって思って買ったやつで、生地がちょっと変わってて、こういう感じで、今ちょっと洋服とかに結構ある生地感じで、持ってみると大きめのリュックになってます。こんな感じ。これね、さっき使ってたので、ちょっと中にいろいろ荷物が入ってるので、なんかちょっとお見せできないんですけど、こういう感じでここにフェンディのロゴがあって、で、私の持ってるバッグでは珍しい青なんですけど、色はあんまり好みじゃなかったんですけど、このモンスターが可愛いと思って、ずっとフェンディのモンスターがついているリュックが欲しかったので買いました。こういう感じのバッグです。特にポケットとかはついてなくて、シンプルなリュックって感じなんですけど、たくさん荷物が入るので荷物が多い時に使っています。で、これが7万ぐらいとかだったと思います。こんな感じです。ということで92万5千円になりました。次、2種類一気に紹介するんですけど、じゃーん、こんな感じのクリアバッグ2種類です。これは両方ともグッチのもので、同じ時期に買った色違いになってます。こういう感じで、こっちはレインボーに全体的に GG 柄っていう感じで、こっちはなんかさらに透け感があって結構中が見えちゃうんですけど、グッチのロゴが大きくここについているって感じで、どちらもね全然違った感じで持てて可愛いと思います。ここにオルクについてるんですけど、これ夏に使うとすごく可愛いんですけど、エコバッグ用に使っているって感じで、エコバッグになった時に買いました。今年結構いろんなところがレジ袋有料になったりして、エコバッグ必要だなと思ったので買いました。エコバッグって感じではないんですけど、クリアバッグだったので汚れとかもつきにくそうだなって思って、この2種類を買ったんですけど、こっちを最初に買って、で、可愛いなって思ってたので、これを探して買いました。で、クリアバッグなのですごく安くて5万円ぐらい両方だったので、2つ合わせて10万円ぐらいになっています。で、これ持ってみるとこんな感じです。こういう感じで持つことができます。はい、ということで102万5000円になりました。次、数えていきます。次に紹介していくバッグがこちらのフェンディのハンドバッグ。これね、最初に紹介したプラダのこのバッグとサイズ感が似てるんですけど、これちっちゃいバッグが好きで、これ FF 柄のこうやって持ってるバッグ感じです。こういうね、バッグ、ヴィトンとかにもこういう形は売ってると思うんですけど、フェンディのものを持っています。これチェーンとかを取り外したりすることはできないんですけど、ハンドバッグとして持てるバッグになってます。すごく小さくてなんですけど、結構 iPhone とかも入るし、お財布とかも入れられるバッグになっています。こういう感じ、こんな感じで持つことができるバッグになっています。で、これ5万円ぐらいとかだったと思うので数えていきます。ということで107万5千円になりました。次、もうだんだん減ってきて結構残り少ないかなと思うんですけど、次はこの収納袋に入っているバッグで、結構割と最近買ったバッグ、こちらのグッチのいちごのバッグです。結構サイズが大きめで、こういう感じ
で全然使ってないんですけど、ここがね立体的なイチゴで可愛くて買いました。秋冬物の新作として出てたバッグで、ここが GG 柄でこういう感じで、縁がピンクっていう感じで結構たくさんの荷物は入ります。なんですけど、あんまり荷物を多く持つことがないのであんまり使ってないかなっていうバッグで、これが10万円ぐらいとかだったかなって思います。8万ぐらいかな、8万ぐらいで数えていきます。こんな感じ。これもねバッグ紹介で詳しく紹介しているので、ちょっと今回時間ないのでパパパッと紹介してるんですけど、尺が長くなっちゃうのでちょっと今回は紹介できないんですけど、こんな感じのバッグになっています。はい、ということで8万円で数えていきたいと思います。ということでこれで115万5千円になりました。次、グッチのバッグまだまだたくさんあるのでぜひ最後まで見ていってください。次に紹介していくのがこの2つ紹介してきます。どちらもボッテガベネタのバッグで、まずこっち大きい方は A4 サイズとかパソコンとかも入れられるバッグになっています。持ってみるとこうやって持つのが私は好きなんですけど、こうやって後ろに持つと可愛いバッグで、無地なので本当にいろんな服装には合わせやすいかなって思います。前に持つより後ろで持った方が可愛いと思います。で、私はこうやってショルダーにして持つのが好きなんですけど、ハンドバッグみたいな感じでこうやって持つこともできるみたいです。結構ね大容量で入るんですけどすごく重たいです。で、こういうピンクがめちゃめちゃ可愛いバッグになってます。ボッテガではこういう結構綺麗な色とかは珍しいみたいなんですけど、こんな感じで、これが30万円ぐらいとかもっとしたかなと思うんですけど、それぐらいで数えていきます。で、あと色は全く同じなんですけどショルダーバッグになっています。これも結構大きめのショルダーになってて、こうやって持ってみるとこんな感じ、結構長めにはなってます。これもね全然最近は使ってないかなっていうバッグで、革が結構柔らかめなので使うときは大切に使った方がいいかなって思います。で、これが20万円ぐらいとかだったかなって思います。このね色がすごく気に入って買ったバッグです。同時期ぐらいにこの2つは買いました。はい、ということで160万5千円になりました。はい、こんな感じでした。次に紹介していくバッグがこちらのバレンシアガのショルダーバッグです。こういう感じでこう大きめに見えるかなと思うんですけど、中が結構荷物は入れづらい感じで、あんまり荷物は入らないかなっていうバッグ。こんな感じ。ちょっとね、今日はこういう服装なのでバッグが見えづらいかなと思うんですけど、こんな感じになります。これは夏に合わせて持つと可愛いバッグになってます。やっぱこういうねネオンカラーっぽいちょっとパステルっぽい感じの色なので夏に使うと可愛いと思います。こんな感じでここにロゴがあって、でポケットがあってっていうこういうバッグです。今年はすごくバレンシアガにハマって結構バレンシアガのバッグを集めてました。で、これは軽井沢のアウトレットで買って安かったので買ったと思うので、7万円ぐらいとかで買ったかなと思います。はい、ということで166万5千円になりました。差額とかはあまり覚えてないので大体で数えているんですけど、これはね買うかすごく迷ったんですけど安くていいなって思って買って、で結構今年使ってたバッグです。はい、で次に紹介するものがよく使っているバッグ、動画でもよく登場しているこちらの、私がもう動画始めた時から結構使ってるバッグで、グッチのリュックです。こういう感じでお花柄に GG 柄ですごく可愛くて、こういうコロンとした感じの形のバッグで、持ってみるとこういう感じ、こんな感じになります。すごく形が可愛くてお気に入りで、このお花の色とかはこういうお花柄とかも可愛くてお気に入りの、もうすごく長く使ってるバッグです。なのでちょっとファスナーの部分とかは革とか擦り切れてるところとかもあるんですけど、もう全然綺麗で使っています。こんな感じです。
でもね、やっぱこういう革のバッグとかブランドのリュックって結構これ自体が重たいので、これに荷物入れちゃうとさらに重たくなったりするので、荷物を軽くしたい時とかは持てないバッグかなって思います。こういう感じのバッグです。で、これは12万ぐらいとか買った時だったかなと思います。これもすごく前に買ってもらってずっと愛用しています。意外とね、荷物は入るかなって思います。はい、じゃあ13万円で数えていきます。ということで、これで179万5千円になりました。これはね、結構バッグの中身紹介とかでもよく動画で紹介しているので、よかったらそれも見ていただけたらなと思います。はい、もうだんだん少なくなってきたんですけど、次、フェラガモのポーチみたいなバッグ。本当に平らなバッグで、こうやってもうちょっと可愛いかなっていう、こんな感じです。これはポーチなのかもしれないんですけど、こうやってバッグを持つのが可愛いなって思います。ポップな柄でフェラガモのロゴがたくさんついていて、まあなんかお金とか入れてもいいと思うんですけど、こんな感じです。で、これは5万円ぐらいとかだったと思います。フェラガモのバッグってあんまり可愛いって思うのもないんですけど、ママと一緒に買い物に行って、これは可愛いと思ったので買いました。ということで184万5千円になりました。もう結構今撮影してて時間が経っているので、かなり動画の尺が長くなっているんじゃないかなと思うんですけど、次はこの全然使ってないグッチの生意気になったバッグ、こういう感じのショルダーバッグなんですけど、もう全然使わなすぎて生意気になったバッグです。こういう感じでレザーにすごく大人っぽい、ちょっとベージュっぽいピンクみたいな感じでロゴがついている感じです。これはちょっとこういう大人っぽいバッグもいいかなと思って買ったんですけど、ちょっと大人っぽすぎたかなっていう、こんな感じです。最近こういう大人っぽいバッグも流行っているかなって思うんですけど、チェーンウォレットに、ね、なってます。なんかこういう感じで、これが13万円ぐらいとかで売ってたと思います。はい、こんな感じのバッグでした。もう時間がすごく長くなっていると思うので、パパパと紹介していきたいと思います。ということで197万5千円になりました。もう余裕で200万いきそう。次に紹介するバッグがこのモンクレールのバッグです。私が持ってる唯一モンクレールの中で持っているバッグなんですけど、オレンジのバッグで、ここにロゴがついている感じです。これもね、ショルダーが短めですごくちょうどいいなと思って、可愛いバッグになってます。なんですけど、このわからないと思うんですけど、革がすっごく柔らかくて、すぐねこういうところとかが擦り切れちゃうので、あんまり大切にしてるので使えてないバッグです。でもすごく触り心地が革って感じで柔らかくて気に入ってます。確かラムとかだったかなって思います。これもね、すごく前に買ってもらってずっと使っています。結構可愛い、こういう感じのチェーンのバッグです。なんか本当はこうやって持つバッグらしいんですけど、私は短めに持つのが好きなので、普通にショルダーにして使っています。ということで、これは10万円ぐらいとかだったかなと思うので数えていきます。ということで207万5千円になりました。次はグッチのバッグ2種類なんですけど、こちらとあとハンドバッグを持っていて、このバッグ2種類で、こっちの方がちょっと高かった気がします。このね、リボンが可愛くてなんですけど、これもジリジリ柄が防水加工になって、この部分が防水加工になっているのはすごく使いやすいので、グッチのバッグはこういう防水になっているのがいいかなって思います。でこっちはハンドバッグなんですけど、これはね、ママが可愛いって言って買ったんですけど、全然使ってないバッグです。こういう感じの、こうやって持つことができる短めのバッグ、この短めの長さがすごく可愛くて、ちょっとジリジリ柄で綺麗めな感じには見えるんですけど、この短さがちょっとスポーティーっぽい感じにもなって可愛いバッグです。このベルトの部分とかもすごくカジュアルな感じで可愛いなって思います。でこうやって持ってあげると
このハンドバッグっぽく持てる2種類の使い方ができるバッグになっています。あとは普通にこうやって肩にかけても持つことができるんですけど、私はショルダーにして持つのが好きです。ちょっと使いすぎてこの紐の部分が汚くなってきちゃったんですけど、こういう感じと、こんな感じのハンドバッグです。はい、これはあんまり使ってなくて、こっちをよく使ってます。これが10万ぐらいとかで、こっちが7万円ぐらいとかあったと思います。ということで2,245,000円になりました。あと紹介するものは2個になったんですけど、続いてこちらのバレンシアガの初めて買ってもらったバッグです。初めて見に行って、その前の日ぐらいにこのバッグをネットで見て可愛いなって思って見てて、でたまたまバレンシアガに寄って見て可愛いと思って買いました。こんな感じの白いバッグ、これはね本当に今年買ったんですけど使えるバッグで、こんな感じ今着てる服にもいいかなって思うし、このトートバッグ型なのにショルダーになるっていうのがすごく可愛いなって思います。すごくお気に入りのバッグになっています。白なので本当にいろんな服に合わせられるし、夏冬問わず使えて、でガーリーにもスポーティーにも使えるバッグになってます。これは本当に買ってよかった。店員さんがね白をおすすめしてくれたんですけど、本当にありがとうございますっていう感じです。本当に荷物は入らないんですけど、私は荷物がすごく少ないのでいいのかなって思います。バレンシアガのねこういう白いバッグもう一つ欲しいなって思ってるんですけど、その形がなかなか売ってなくてまだ買えてないんですけど、こういう感じです。こうも持つことができます。私はショルダーにするのが好きです。ショルダーバッグが私は結構バッグの中でも好きなんですけど、こんな感じになっています。で13万円ぐらいだったかなって思います。最初の方に紹介したヴィトンのバッグを買った時に一緒に買ってもらったバッグなんですけど、こんな感じでした。はい、ということでこれで2,375,000円になりました。あと最後に紹介していくバッグがこちらのディオールのバッグで、じゃーん、こういう感じのショルダーバッグです。で持ってみるとこういう感じ、すごくねカジュアルな感じに持つことができて、旅行用とかにもぴったりだなって思います。でこれはすごく平らなバッグで、ここにお札とか携帯とか入れて、でここにカードがたくさん入るっていうバッグ。こっちは革なんだけど、こっちはオブリーク柄って感じになっています。こんな感じ、これもショルダーを取り外して使うこともできるんですけど、バッグとして私は持っています。これ男女兼用らしいんですけど、ユニセックスなデザインになっています。でこれは10万円ぐらいとかだったと思うので数えていきます。これさっき紹介したディオールの小さいバッグを買った時に一緒に買いました。はい、こんな感じです。最後のバッグ数えていきます。ということで全部数えた結果、総額こちら2,475,000円になりました。なんかお値段とかあんまり詳しく覚えてなかったので、ちょっと大体のお値段で計算したので、もう少し高いかもしれないし安いかもしれないんですけど、こんな感じになっています。ということでこんな感じで多分ハイブランドバッグは全部かなと思うので、多分あとはプチプラのバッグになるかなと思うので、私の持っているハイブランドのバッグの紹介、そして総額を数えてみたっていう結果は以上です。はい、ということで今回は私が持っているものの総額数えてみた企画ということで、今回はハイブランドのバッグ縛りで総額数えてみました。こんな感じになっています。結構言ってたんじゃないかと思うんですけど、だからね、私が持っている全てのハイブランドバッグ紹介ということで、すっごく長い動画になったかなと思うんですけど、ここまで見ていただきありがとうございました。使っていないバッグだったり、もう使わないかな、ママが使っているバッグだったりとかっていうのもあるんですけど、今持っているバッグはこんな感じ以上になります。でこれからねまたいろいろハイブランドのバッグ集めていきたいなと思っているので、次回購入品紹介とかも楽しみにしていただけたらと思います。今最近はバレンシアガとかディオールとシャネルのバッグが欲しいなと思ってます。バレンシアガは今持ってるしディオールもあるんですけど、欲しいデザインがあって、それをね今狙っているのと、あとシャネルのバッグ一つぐらい持っておきたいなと思っていて、いいなと思うデザインを探しているところです。私の持っているバッグもめちゃめちゃねこんな感じで大量だったんですけど、
結構バッグは長く使えるし、いろんなコーデだったりとか用途によってこれぐらいたくさん持ってても全然使い分けられるって感じなので、たくさんねハイブランドバッグ集めてもいいかなって思います。どんどん増えてってるっていう感じなんですけど、平均的に見てバッグの私が持っている量数は多い方だったのか少ない方なのかちょっとよくわからないんですけど、今のところ持ってるバッグはこんな感じです。ぜひね皆さんのバッグ選びの参考にもなったら嬉しいなと思います。ということで私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方がいたらチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで動画を最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。